きましょうか。はい、ふんくんとストップでいきましょうか。あ、僕もう一回、今楽してたから。あ、はい、いいですか、二人で。はい、いいです。大丈夫、言葉がすごい。ふんくんでもあれすごい筋肉だね。なんかますます増してきたんじゃないの、筋肉。最近筋トレやったんですけど。ちょっと見してよ、なんか筋肉見してよ、筋肉を。あ、最近、自信があるんですけど。ちょっと一回見してよ。あ、ちょっと、あ、今はダメです。だって一回見してって、こうなんか、だって昨日も噂になると朝4時まで筋トレやってたんでしょ。お、どうやって知ってますか。いろいろ聞いてますよ。びっくりした。ちょっとなんかこの辺とか、こう腹のね、割れ具合とか。とね、見たい見たい。腹、この腕の感じとか、この間にもなってるから。ダメ。あ、ちょっとちょっと待ってください。見れない。ダメですかね。ある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 。見えました。ダメですか、ね。酒いっぱいこんな食べてたから。見せられない。いや、そこはね、なんとか。こう皆さんも見たいと思うんですけど、こうグッとよ。じゃあ一票。あ、ダメ。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 ちょっと生音だからね。緊張します。いや、緊張緊張。あ、ゲームはしませんですか。ゲームというかこう筋肉を一回。マネージャーがダメ。え、ダメですか。これ一回一回ちょっと見たいね。でも筋肉がどれくらいか。あれ、なんかちょっと、はい、すみません。ちょっと二人が呼ばれてますね。今ちょっと一回。ちょっと一回、ちょっと有田さんが怒っちゃった。あれ、なんかまずかったですかね。あれ、あ、今有田さんが本当ね、怒ってたね。怒りました。なんかだって筋肉がすごかった。あー、多分あれやばいな、これ。いや보이지말래な、ちょっと。あれ、これは俺は今放送中ですよ、皆さん。なんかちょっと有田さんと須山さんがちょっと、あのマネージャーさんが日本語じゃなくて韓国語でちょっと怒った感じだったね。初めて見たかもしれない。本当に怒ったら韓国語が出ます。そうだよね。え、やばい、2人呼ばれちゃった。これはやばいことをしちゃったかも。多分ゲームはね、多分これ何もなんか、なんか見せるのがダメ。ダメなんだ。あ、そういうのあんだね。全くルール分かんなかったから、すいません。今生放送中ですよ。ちょっととかね、ちょっと僕が一番困ってるんですけれども、でもさあどんな展開になっているのか。ね、ちょっとこう進めるにも進められなくなって。もう原因、あれ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.二人の誕生日を、そうですよ、二人の誕生日ですよ。お祝いするため、お祝いするやつですよ。はい。お、ちょっと、油吐く、ふってやって、ふってやって。せーの。びっくりした。びっくりした。ちょっとスヒョンが泣きそうになっちゃってるよ。なんとかしなきゃと思ったもんね。ね、ちょっとこういうね、誕生日ということで、これひどい、びっくりしたね、びっくりしたね。じゃあマネージャーさんがリアルすぎるんだよ。マネージャーさんがリアルすぎるね。いや、だからケビンはしてたんだよね。ケビンはしてたんだよね。はい、ケビンは知ってました。3人はしてた。2人以外はみんな知ってた。本当に知らん。何だよ。サプライズ、サプライズ、サプライズ。誕生日だったんですよね、2人ね。そうです、驚いた。ちょっと驚いた。ちょっと驚いた。本当にさ、怖かったね。ナイス演技。はい、ね、またケビンも、ケビンでさ、本当に怒った時はあの韓国語になるんですよ。僕も演技頂戴しました。演技さんに本当に、なんか僕たちがなんか間違ったところで本当に困りました。ちっちゃい声でさ、ゲームはやらないんですか。一生懸命ゲームやろうとしたのね。ゲームはやらないですか。僕はりちゃんの誕生日だっただと思いました。すぐ分かった。分からない。びっくりしました、本当に。びっくりしました。以来は誕生日でしょ。3月、はい、3月の2人。何日なの。僕は11日、僕は13日です。あ、近いんだ。近いです。じゃあ暇だぞ。まさに今順だな。スヒョン君は順ですね。気持ちがもう泣きそうだもんね。マジ
俺。すごいみんな面白いですよね。ブン君の、ね、演技もリアルだったね。いやちょっとあのさっき女性がですね、だからね、はい、申し訳ないみんなおめでとうって次も泣かないでっていっぱい来てるよ。びっくりしたって、あ、うん、お頭泣かないでって泣かないで、びっくりしたもんね、はい、ほっとしたね。よかったね。どんな1年、こっから聞くのもなんですけど一応聞きますね、この書いてあるから、はいはい、どんなこの誕生日を迎えて1年にしたいですか、リーダースヨンが。じゃあ依頼さんから言う、依頼さん、どんな1年にしたいですか、この誕生日を迎えて。あー、僕は泣かないで本当に泣いてる。ユケスと、いい1年、いい思い出を作って、うん、ファンの皆さんと一緒にいい思い出を作って、日本で頑張っていきたいと、たくさん活動をたくさんしたい、日本で、あ、はい、すごい、もうそれどころじゃないだろうけどね、はい、あ、でもたくさん切ないバラードも BGM も流れてます。泣かないでってすごいよ、みんなすよ、泣かないでって本当に、おかしらって言われてるよみんなに、この状況忘れないよ本当にね、あ、驚かずサプライズ、サプライズでいいんでね、はい、ありがとうございます。どんな1年にしたい、どんな1年、あ、すごくあのユキスとキスミと本当にいい思い出たくさん作りたいんですね、うん、だから、うん、これも1個のいい思い出だったね、じゃあね、あ、いい思い出だった、最高の思い出でしょまだだいだね、安心しちゃった、まだ、ありがとう、ありがとうございます、お誕生日ありがとうございます。あとでこれじゃあいただきましょうか、ケーキめちゃくちゃいいけど、あれ、キソップ何か忘れてませんか。忘れました、忘れて、なんか忘れてませんか。何も、何さあ、ということで先ほどの罰ゲームこちらになります。さあ、これはですね、ちょっとスタッフの方が持ってきていただいたんです。これはもうドッキリでも何でもないですからね。これ、あ、これ持って、キソップ持って、息で、息、まだまだよ、まだよ。これね、あのセンブリ茶といって、すごくね、体にはいいんですよ。腹痛とか下痢とかってことだと発毛に効果がある薬草として使われてると。お、ただセンブリという名前の由来が1000回振り出してもまだ苦いというか、1000回出してもまだ苦い、苦い、それぐらい苦いお茶なんです。日本でいう苦いな茶、はい、これね、僕何回も飲んだことあるんですけど、むちゃくちゃ苦いです。僕たちもね、あるよね、あります、経験があります。キャソ君、息で罰ゲームです。それは行ってみましょう、グイッといっちゃえ。2回も負けたから、皆さん大好きですおっ、おっ、足足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 、飲んでよ、飲んでよ、口に溜めてないで、飲んでよ、あ、分かる、分かる、あ、今ゴム、今のはゴム、これ全部忘れて、それ忘れてる、忘れてるように、身がいいよ、水飲んでるよ、水飲んで、赤くなっちゃうほら、あ、また泣いてる大丈夫、大丈夫、苦い、苦い、変顔、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、今見せれない顔ですから、あ、面白いです、面白い、みんなに、みんなに飲んでもらいたいぐらいですね、今度ね、はい、はい、さあ、ということでですね、もうそろそろお時間になっちゃうのか、この、はい、ユーキス、あのユーキスのメモリーズリリース、さっきゴムがパチンってなっちゃってね、大丈夫ですか、おお、怪我してる、ごめん、わあ、大丈夫、ケビン、これ味を忘れるように、あ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 、時間が過ぎちゃってる、30分になったらそろそろお時間ですけど、ユーキスの皆さん、最後に上田さんは最高です、ありがとう、はい、最後になんかみんなも会いに行く、楽しかったよ、寂しい、大好きとかの来てますよ、大好きです、大好き、大好き、大好き、愛してます、しています、ね、はい、あ、アルバムもよろしくお願いします、アルバムもよろしくね、夏ツアーでも、夏ツアーも、あ、みんな、みんな大好き、以上、ゆうきすでした。